にちは、ギャグマスの小林です。今回はエイプ100回ですね。もうエイプ100なんですけどね、カスタム車 125cc ですよね、厳密に言うと 124cc ですけどもね、そんなカスタム車が入庫してきましたので、こちらの車両販売車になりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ、こちらの車両販売車両になっておりますんで、概要欄もご覧になっていただければですね、こちらの車両の販売先、ウェビックかグーバイコどちらかをアップさせておりますので、そちらの方からですね、細かい写真とか車両の価格などですね、ご覧になっていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、本当に、ね、カスタム満点といいますかですね、結構カスタム車になっております。エンジンもね、基本的に、まあ、一応申告していただいたので、当店で調べさせてもらったわけではないんですけども、124cc のエンジンになっておりまして、ね、吉村の TMR 機能が装着されております。そしてね、オイルクーラーついていて、ね、ステム周りも変わっております。そしてフロントディスクに変わっていてですね、ローン水組んでて、リアホイール車外機というような感じで、かなり、まあ、細かいところでいっぱいカスタムされておりますけども、まあ、わかる範囲内で概要欄の方にもパッと記載しておこうと思いますので、気になる方はチェックしてみてください。よろしくお願いします。ほんとね、カスタムっていうのも満載な車両になっております。こんな車両を探してたとかね、まあ、極端な話ね、まあ、ちょっとした車両を買ってみてですね、まあ、やっていこうと思うと結構お金はすぐ飛びます。もう10万円20万円っていうのは結構もうすぐなくなっちゃうんですよね。もうそれはね、もうお分かりいただけると思います。もう単純にあれつけたいな、これつけたいなっていうのをですね、書き足してバッと出してみたら、おーみたいな感じになりますのでね、その点ありますから、やっぱりね、もう元々パリッと決まったね、車両を購入してみていただいてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。ということでですね、まずハンド周りからね、説明させていただこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。ね、ね、それで言うとなんですけども、クラッチホルダー、ブレーキマスター変更されております。はい、簡単に言うとですね、ね、スロットルホルダーも変更されておりまして、左のスイッチも変更されております。ハンドルも変更されておりますよね。で、こちらね、こちらもね、もう廃盤になってるんですけども、竹川のもう左右ツインDLメーターになってるわけなんですけども、スピードメーターとタコメーターが装備されているようなモデルになっております。はい、よろしくお願いします。はい、そしてね、簡単に言うとなんですけども、ヘッドライト、すいません、ステムですね、ステム、トップリッジとね、ステムとね、アルミの削り出しのいいものに変更されておりまして、そしてですね、ね、ヘッドライトも変更されておりますね、かっこいいですね、よろしくお願いします、マルチリフレクタータイプです。はい、そしてフロントフォーク、ね、基本的に大きな手のサビ等なく綺麗じゃないでしょうか、よろしくお願いします。はい、で、フロントフェンダーもね、基本的に大きな傷等なく綺麗でした。はい、そして、フロントホイールになるんですけども、こちらはですね、まあ、何の用なのか正直わからないですけども、NSR50系ですよね。まあ、エイプのディスク D なのかも分からないし、XR の D なのかもしれないですけども、基本的に一緒なので、ね、基本的に、まあ、フロントホイール変わっておりまして、ディスクタイプになっております。そして、ね、このフロントディスクに関しては、社外品のものに変更されておりますね。はい、そしてフロントタイヤの残り山溝具合なんですけども、こちらもね、大体10部中で言うなればなんですけども、山の高さだけで言ったら、まあ、8部山、7部山ほど残ってるんじゃないでしょうか。若干ね、縦の筋がまだ残ってるような仕様にはなっておりますので、ね、まだまだ使うに関しては全然問題ないんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。そしてフロントディスクの残り溝具合なんですけども、こちらもね、5部山以上残っているんじゃないでしょうか。ね、ご不安な方はですね、交換もできますんで、お持ちでください。よろしくお願いいたします。はい、そして、観客ですね、こちらも社外品のタンクに変更されておりましてですね、基本的になんですけども大きなへこみと傷などもなかったです。はい、基本的に綺麗なタンクになっているんじゃないでしょうか。でね、基本的になんですけども鍵ね、全部別になっておりまして、でなおかつなんですけどもメインキー、こちら鍵で使用できる部分がですね、メインキータンクのキャップ、そしてヘルメットホルダーとなっているんですけども、ハンドルロックに関してはですね、ございませんでしたので、まあ、簡単につけるところはございますんで、ご希望の方はね、お申し出いただければ取り付けることもできますので、よろしくお願いします。そしてタンクの中身の具合なんですけども、はい、こんな感じですね、基本的に大きなあさびとなく綺麗ではないでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、
そしてですね、オイルクーラー、今はですね、まあ、もともとの仕様なんですけども、お蓋が浅されてる仕様になっておりますね。多分な夏場とか冬場はねつけといたらいいと思うんですけど、まあ冬、夏場とかはね外して走行する方が良いと思います。よろしくお願いします。はい、そしてですね、エンジンになるんですけどもね、おそらくなんですけども、ヘッドシリンダーヘッドについてはノーマルだと思うんですけども、シリンダーについてはですね、吉村の刻印がございました。はい、そういった仕様になっております。そして、ね、吉村の TMR キャブですね、でファンネルも特殊なものがついているような仕様になっております。はい、おそらくなんですけども125っていう、ね、申告がございまして、買い付けたような車両になりますので、おそらくなんですけども、基本的にエイプがね、ボアアップしても 115cc にしかならないんですよ、ただのボアであれば。ただね、125ぐらい 224cc まで伸ばそうと思うとクランクシャフトを変更しないといけないので、おそらくなんですけどもクランクシャフトも変わっていると思います。はい、そして、マフラーなんですけどもね、いかがでしょうかね、ちょっとした傷ですね。こちらね、基本的にはなんですけども、これカーボンのカバー、カーボンタイプのシートが全体的に貼り付けられているタイプで、若干の削れですね。まあそういったのがございますので、その点ご了承いただければなと思います。はい。そして、リアサスペンションになるんですけども、これもね、おそらく竹革製のですね、調整式のリアサスペンション、リーサスペンションが装着されてるんじゃないでしょうか。はい、そして、シートここなんですけども、こちらもね、大きな破れ等なく綺麗です。ね、よろしくお願いいたします。はい、そして、リアフェンダーね、リアフェンダー自身はノーマルになってるんですけども、こちらのね、ステとかは変わっておりますので、ね、変更されているようなものになっております。はい、そしてリアのスイングアームになるんですけども、まあ、GM 元と書いてる通りですね、GM 元製だと思います。はい、ロングスイングアームですね、結構長いものじゃないでしょうか。そしてリアホイールに関してはディッシュホイールといいますかですね、はい、変更されております。はい、過去ですね、よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてね、リアタイヤの残り山溝具合なんですけども、こちらもね、大体10部中で言うなれば、おそらく、まあ、7部山程度残ってるんじゃないかなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、そして反対回り、ご覧になっていただければなと思いますけども、ね、いかがですかね。ね、チェーンも変わっていたりとですね、細々といろんなところを変更されているんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ね、綺麗でしょ、そんなグスグスっていうような車両ではないのでですね、まあ、ご安心いただけるかなと思いますんで、よろしくお願いいたしますね。いろんなところカスタムされてるでしょうね、かっこいいでしょね、本当にね、まあ細かい詳細についてはもう何 cc ではっきりとはね、絶対とは言い切れないんですけども、ただね、速さで言うとやっぱりそれだけの速さがありました。結構かなりトルクルなパワフルな走りになっておりますので、その点についてもね、もう楽しんでいただける仕様になっていると思いますんでね、ぜひこちらの車両をご検討ください。よろしくお願いします。はい、そしてその次に、こちらの車両をエンジンかけていきたいなと思います。指導性も良いですし、エンジンから気になるような異音もなっておりません。そしてね、気になる、マフラーから気になるような白煙も吹いておりませんので、基本的にエンジンの調子はバッチリじゃないでしょうか。ご安心ください。よろしくお願いいたします。まあね、多少のね、まあ、タペット音っていうのはなっておりますっていうのがですね、おそらく、まあ、これも10中8個もう100もう十中八九って言っても間違いない、まあ9割、10割型って言っても間違いないとは思うんですけどね、まあもちろんシリンダー変わってるような仕様になっておりますので、そこまでいくとね、カム変わってても全くおかしくない、むしろカム変えましょうっていう話になるんですよ、っていう車両になって、仕様になっておるので、ね、逆に言うと、まあ、若干ハイリフトになっておる、なっているかなと思いますので、多少のね、タペット音っていうのはなりますので、その点はあらかじめご了承くださいね。よろしくお願いいたします。は
はい、そしてその次にですね、こちらの人がまたがっていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、横向けさせていただきまして、またがりたいなと思うんですけど、私の身長がですね、172センチになりまして、そんな私が乗るとこんな感じ。ね、まあ、こちらの車両に関しては、まあ、大体の方が、まあ、余裕で足つくし、そんなに不安っていうことはないと思うんですけども、ね、それとステップ1、ポジションで言ったらなんですけど、ノーマル1なんですよね。ハンドルが変更されてるぐらいにはなるんですけども、基本的にちょっとね、ハンドル自身もね、まあ、もちろん見ていただければ分かってたと思うんですけども、ね、スペーサーが入っているような形になっておりますんで、ハンドル位置も結構ね、高いものになっていると思います。なのでね、全然乗ってるとこんな感じ、背筋ピンってしたらこんな感じですけど、ダルッとしたらこんな感じ、背筋曲げてるとこんな感じなんですけど、全然普通に乗れると思います。普通にむしろ楽やと思います。楽ポジやと思います。もう普通にボーンと乗ってでもいいと思いますし、ちょっと攻めるときにね、こうグッと行くのもいいとは思いますけども、もうほんとね、そんな仕様になっておりましてね、もう全然こう楽しい仕様になってるんじゃないでしょうか。まあね、本当まあ走るっていうのもありますから、やっぱね、こうちょっとした休みの日とかにね、ちょっと気晴らしとかにね、ちょっと近くのね、まあそう、なんですかね、山道みたいなところがあったら、こうぐっと行ってみてですね、こうまあブーンとね、できるような仕様になっているんじゃないかなと思います。本当気持ちいい仕様になっておりますんでね、そんな休みの日を過ごしてみたいっていう方はですね、もうぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい。まあ本当ね、まあ、こまごまとカスタム本当に多いです。カスタム店多いので、本当にね、何度も言うように、その点についてはですけども、ね、概要欄の方に、まあ、ざっくりですけども、書き足そうとは思ってますので、ご覧いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということですね、本当にね、まあ、結構フルカスタムといっても過言ではないかなと思います。ここまでカスタムするってなると、やっぱりね、すごい費用かかってきます。なのでね、やっぱりそれで言うと、いやもうちょっとね、理想に近いというか、まあちょっとしたこちょこちょこっとね、カスタムしてる車両ないかなと思ってたそこのあなた、ありますからね、ぜひこちらの車両チェックしてください。よろしくお願いします。ということで今回はカスタム車エイプ100をご紹介させていただきました。今回もありがとうございました。